はい、どうもおっさんです。ちょっと久しぶりに 3D プリンターネタですけど、多分前回次回予告をしたままだいぶ時間が過ぎちゃったんですけど、こういうプリントの糸引き問題、ちょっと遭遇したことがない方もひょっとするといるかもしれないですけど、たまたま僕の場合違うスライサーソフト、普段はキュラを使ってるんですけど、なんていうんだろうな、パティオ、プリントの諸事情によりその違うスライサーを使った時にすごい糸引きを発生して、ちょっと何が原因でこう糸引きがあるのかなって、同じようにこう YouTube でもその糸引き対策っていう動画はいくつか上がってはいるんですけど、単純に一つの原因だけでこの糸引きが解決できるかっていうと、まあ、そうじゃないのかなと思って、キュラでの設定と、パティオで設定した設定の違いとかを見た時にちょっと思った点があるので、それを今日は紹介したいと思います。実際にキュラとパティオそれぞれで、同じ、まあ、前に紹介したネジのプリントデータですね、これを、まあ、実際起こったのがこのネジを2本立ててプリントした時に、このネジの交互に移動するとこう糸引きが発生していて、その動画をそれぞれのスライサーソフトでプリントデータを作って実際プリントした時のちょっと違いを見てもらいながら、その原因とか対策っていうのを解説していこうかなと思います。まあ、まずパティオで印刷した動画がこちらなんですけど、まあ、こう原因先に言ってしまうと、フィラメントの引き戻し量、これが影響してるのかなと思います。まあ、ちょっともう一個の動画も次お見せするんですけど、キュラで印刷したプリントについてもお見せするんですけど、こっちの動画でプリントする速度、印刷速度のスピードの違いっていうのは、まあ、動画を見比べちゃうとあるんですけど、それよりもここの出てるこのフィラメントの引き戻し量、このネジデータでいうとこっちからこっちに移動、まあ、それぞれ交互に移動するときにフィラメントを1回引き戻しているんですけど、その引き戻し量がちょっとパティオでの設定とキュラでの設定が違いまして、どっちがどっちだっていうとパティオの方が少ないで、キュラの方が引き戻し量が多いです。実際にこちらの動画がキュラで印刷をしたものになります。ちょっと印刷速度がさっきに比べると遅いは遅いんですけど、ネジの間を移動している間も糸引きが全然発生していないと。引き戻し量を見るとこっちの方がフィラメントを引き戻している量が多いです。なので、まあ、そこから考えるとやっぱりこう引き戻しによってノズルからこうなんだろうな、自然と排出されてしまう量が制限できるので、引き戻しを垂れない、フィラメントだれが起きないような量を引き戻してやる設定にするっていうのが一つだと思います。で、複数あるって言ったのがこの引き戻し量とは別で、まあ、結構他の動画でもよく、これが原因じゃないかって言われてる、プリント温度ですね。で、フィラメントの温度によって自然とノズルからフィラメントが出てきてしまう、垂れてしまうので、まあそれが結局ノズル移動の時に空中をそのフィラメントが垂れた分が糸引きを発生してしまうという感じですね。実際にプリント僕は普段だいたい195度のプリント温度で印刷してます。もうちょっと上げていくと、このノズルから重力でなのかな、自然と温度が高いとフィラメントが垂れてきてしまうので、それを出した状態でこうノズルが移動するとフィラメントを垂らしながら移動してしまうので、それが糸引きになってしまうということかなと思います。まあ、多分この2点の設定をうまいこと変えてやれば糸引きはなくなるのかなと思います。まず試すんだったら、温度の方を試すのが無難かなと思います。やっぱり温度を制限するとノズルからの垂れがかなり少なくなるので、まあ、それだけで解消されるとは思うんですけど、
ただ温度をある程度下げると今度プリントの速度を落とさないとフィラメントの排出が追いつかなくなったりするので、まあなんだかんだ言ってちょっとまあ面白い部分ではあると思うんですけど、この 3D プリンターの設定の難しいところだと思います。キュラの場合の設定を例に紹介します。先ほど紹介した2点の設定項目ですね。まず引き戻しに関してはこの移動項目の中にある引き戻し距離っていうところですね、まあ、これでなんだプリント間の移動する時の引き戻しとかですね、引き戻しが実際に行われるのを、まあ、どこでやるかっていう設定自体もあるはあるんですけど、この引き戻し有効にした状態でやるとプリント間でノズル移動をする時に引き戻しをするとか、まあ、そういったところが設定されます。で僕の場合これ 6.5 なんか自分が使ってるプリンター、あ、自分が使ってるプリンターすれば紹介してないかもしれないですけど、僕が使ってるのは、A ネットアネットなのかな A ネットなのかなの ET4 っていう機種を使ってます。まあ今日は最新バージョンかな、でやっとこのプリンターの設定、プリンター選択の中からこの ET4 が選べるようになったんですけど、それを選んで、まあ、もともと他のプリンター選んでもだったんですけど、この引き戻し距離っていうのはもともと多分デフォルトで 6.5 が 6.5 ミリですね設定されていたので、あの僕はこれをそのまま使ってます。確かちょっとパティを今もう使ってないんで設定がどうだったか忘れたんですけど、この 6.5 よりはかなり低かったと思います。半分ぐらいだったかな、多分それぐらいの設定になっていて、あの引き戻し量の違いがありました。でもう一点が、まあ、ここは多分皆さんやってるとは思うんですけど、このマテリアルの、印刷温度のとこですね。ちょっと今先ほど言った195じゃなくて200度になってますけど、ここで、プリンターノズル側ですねの、印刷温度っていうのを、まあ、195とかもうちょっと低い方がいいのか分かんないですけど、あのフィラメント の特徴にもよったりしてちょっと変わってくると思いますけど、だいたい195度から200度ぐらいまでだったら多分垂れが少ないかもしれないんですけど、まあ、温度プレヒートとかがあれば事前に温度を上げておいて、その状態でフィラメントが垂れないかどうか、まあ、その温度をちょっと探って実際、スライスするときにその温度設定にしてやると糸引きが減るかなと思います、まあ、多分ここだけぐらいかな。ちょっと他の原因がまだ思いついてないというか、実際これまであのプリントした中で、糸引きの原因になるところはどこかなっていうふうに思ったのが今ご紹介した2点、引き戻し量とプリント温度の2点になります。はい、まあ、今回はちょっと軽く設定の、まあ、プリント品質に関する設定のところをご紹介しました。例えばキュラに関する設定ですとか、ちょっと他にやっぱエンダー3とかを使われている方が多いかなとは思いますけど、僕が使っている ET4 に関しての質問ですとか、まあ、そういったものがありましたらあのコメントの方に記入してください。可能な限り回答いたします。はい、じゃあ今日は以上となりますが、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ではまた。